室井ゆずきさんのツイートから今年51歳になる心境をつぶやいています。50歳になってどないと思ったけど、50歳になってどないと思ったけど、案外楽しい、案外楽しい、仕事以外で、仕事以外でちょぴっと自由にできる時間来てちょぴっと自由にできる時間ができて、キクマキさんと行きたかったな。キクマキさんとはすっげえ仲良くなれる予感。仲間のあだ名がグンソーってそういうもんじゃろ。仲間うちのあだ名がグンソーってもうそれはいい人やろ。私は聖者だったな。最後彼女会うたびに好きになる。ファックス時々なくなるからね。パッパラパッパッって音声から途中にファックスになる。ひどいですね今。長いとダメなんですね室井さんは。どうせ土屋さんのやつを聞くんでしょと思って。頼りすぎですよ通訳に。全然わからない。本当にいい迷惑失礼しました。本当にね、毎回もう一回内容をちゃんと皆さんね見ていただいて、菊巻さんというのはおそらく越後の三人娘として室井さんとトークショーもしたことがある立憲民主党の菊田真紀子さんなのではないかと、そこを推測してるんですね、そこの解説もいるって。通訳の後菊巻さんの解説も。1986年、私は渋谷ジャンジャンの舞台で勝手にデビューしました。お客さんの前で初めて披露したネタはこちら。桃井かおりです。何年やってるわけ？実は高校時代からやっていました。おそらく今後もやる予定。最近は本物の方が私に近づいてくれたかのような錯覚を抱いています。 SK2、テレビに初めて出たのは冗談画報という深夜番組。楠田絵理子です。本当は私ロボットなんですね。2メートルはありそうな大物、ダイオウイカが釣れたようなこの感覚。ネタは一種の魚のようなもの。海の底にはお宝が眠っていました。人を癒すペンギン、吉田秀子でございます。いや、熱帯魚。皆様こんばんは、黒柳徹子でございます。ごめんなさい、ちょっとコマーシャルです。レアなところではホラ貝まで深海の奥深さを知りました。雑誌では顔真似写真の連載が始まりました。声が海だとすれば顔真似は神聖な森への誘い。鼻を登り眉毛を下り、瞳に湖を見つけ大木に挑戦したり、時には横になって休憩したり、針葉樹林から熱帯雨林まで、今日も森の生態は大切に保護され続けています。下手にちくられて伐採されないよう気をつけたいものです。時代は2000年代へ。2001年、信じられないですね。2002年、やばいよやばいしよう。2003年、おやおや。2004年、2005年、日本人はおかしいな。2006年、勝間だ、俺声高いか。2007年、前はバカじゃないですよ。2008年、お気持ちだけね頂戴しましょうね。2009年、私のものもね諦めて。2010年、ないですよね。2011年、ドドスコスコスコラブチューニョ。2012年、ドラクエ大好きなんですね。そして2013年、新ネタ。金は100歳、銀も100歳。麻生太郎です、うん、ゴルゴ13がこっち髪を越えたの。世界一に大したもんですな。
あれだけインターナショナルな小説は今まで日本で読んだことはなかったですから、それにしても NHK からの質問で今までで一番レベルが高いかなと思ったけどね。そうさん、そう武士さんもやってますね。小説じゃないでしょ、ゴルゴさんインターナショナルな小説っていうね、なんかあのなんとなくしか読んだことないな、一巻からちゃんと読んだことないな。あ、そうなんだ、はい、でも私も昔読んでたけど、生きてるって知らなかった生きてる生きてるずっとして人を人を殺して生きてる、デューク統合がデュークとね、自分はまだ殺されてないけど、そうだよね、甲田さん、周りに気がつかれたことはと聞かれて、いや甲田君見たぞ、ユニバに来てる人のスターはキャラクター、誰にも気がついてくれないくらいで、写真を撮られることも一回もなかったです。えなりかずきじゃないよ、よぎるえなり系ですね、近所ですねこれ、えなり派ですね、近所に住んでますね、さんのお隣に住んでますね、近いですねご主人は絶叫系が無理なのに、うん、わざわざ甲田久美さんに付き合って絶叫マシンに乗ってくれるそうです、マジそやねん、もろ風を受けて顔を真っ白にして降りてきますけど、私のために乗ってくれたってなりますよね、母さん母さんで言ってた、母さんじゃないですか、甲楽いるじゃないですか笑顔でのろけていたそうです、はい、ね、優しいご主人ですね、